藤尾香織は山梨県白根町出身の女子ホッケー選手である。ポジションはフォワード。1986年の国体で地元がホッケー会場になったのがきっかけで正午でホッケーを始める。駒高校山梨学院大学からソニー EMCS 一宮テックに入社。2004年にはアテネ五輪に出場。2006年の W 杯では得点ランク4位の 活躍で5位入賞に貢献。国際ホッケー連盟が選ぶ世界オールスターチームの18人に選ばれた。2007年には日本人で初めてホッケーで世界最高峰とも言われるオランダリーグにフル参戦した。2008年の北京オリンピックでは桜ジャパンの千葉ちゃんとして人気を集め上位入賞を期待されたが10位と低迷。失意の千葉は代表を退いた。 再び代表に復帰した2010年アジア大会でも、ロンドンオリンピック出場権を獲得するまでに至らず、セミリタイヤし、所属チームで兼任コーチとして、更新の指導に当たった。途中に知り合った男性と2011年6月に結婚。時期同じくして、再び代表から声がかかり、夫の後押しもあって、桜ジャパンに復帰。 世界最終予選を勝ち上がり3大会連続のオリンピック出場を決めた。ありがとうございます。